日本の競争は主な勝倉は2019年の札幌二歳ステークス。2017年2月16日、北海道浦河町のキネウス牧場で誕生。美穂藍沢香織厩社に入厩。7月20日、函館芝1800メートルの新馬戦でデビューし、集団から追い込んで、首差の2着。2戦目の未勝利戦で、 単勝1.9倍の人気に応えて初勝利を挙げた。札幌2歳ステークスでは4コーナーから一気に進出を開始し、直線では最後方から追い込んできた。こちらもゴールドシップ3区の2着里のゴールドに一馬身4分の1差をつけて重傷初制覇とし、新種5馬の父ゴールドシップに初の重傷タイトルをもたらした。生産者のキネウス牧場は、 テームオペラ王以来18年ぶりとなる、久々の JRA 重賞制覇となった。COVID-19 の影響で3歳児の出走レースは、すべて無観客もしくは観客数を限定しての開催。弥生賞は4着、ボバ三冠レースはすべて出走し、サツキ賞は9着で、東京優秀は7着、札幌記念9着を挟んで、コントレールの三冠阻止に挑んだ。 ヨド3000メートルの菊花賞は5着とすべて馬券圏外ではあったものの参冠レースいずれも人気より上の着順であった。1月5日の万葉ステークスから始動したが8着と惨敗。その後、3月17日に左朝後屈券脱衣の故障が判明したため競争能力喪失と発表された。引退後は千葉県香取市のノースショア沼田ファーム内で 乗馬となる。以下の内容は、netkeiba.com よびアビスサーチに基づく。ありがとうございます。